日かな、今日合ってるはず。9月5日のお昼です。これからね、読売テレビスマタンのロケなんですけど、六甲ケーブル駅まで今一人で来たんですけどね、めちゃくちゃ久しぶりなんです。実は私、六甲は宝塚時代にね、結構一人旅で来てました。すごい懐かしい。ケーブルに乗ってこれからリポートしていきたいと思います。朝ちょっと我慢できなくてさ、昨日すき焼き食べたのにさ、うまい棒3本食べちゃいましたなのでこれを燃焼させられるように思いっきりリポートしていきたいと思います。行きます。ということで、今日もスマタンのロケから帰ってきたんですけど、あの髪型をほどくとこうなりますもわもわです。で、さっき体重測ったんですけど、ちょびっとだけ減ってましたね。今日は朝うまい棒3本食べてからロケ行って、ロケで結構食レポをしたんですよ。だから不安だったんですけど、それ以上に動いたりしたのと、あと食レポって意外と全部は食べなくて、こう少し食べるってだけなんですけど、まあ、何を食べたかっていうと、お肉をいっぱい食べてしまいました。まあ仕事なんでね、食べないといけない仕事なんで美味しかったです。で、帰ってきてからやっぱちょっとだけお腹が空いて、アイスのみの梨味を食べて、あとビーフジャーキーを2枚ぐらいだけ食べました。まあそれだけだったんで、あとはね、今日山の方に行ってロケだったんで、結構坂道を歩いたりもしたから良かったのかなと思いますが、まあ、このぐらいの感じでゆるゆるちょいちょいちょちょちょいという感じで痩せていったらいいなって思ってます。じゃあ今からお風呂入ります。今日は明日が早いので半身浴はしないです。バイバイ。6時過ぎぐらいです。朝は今日朝早く起きて、加古川っていうね、ここからね約2時間ぐらいかかるところでお昼のラジオ中継でした。で、おにぎり1つと食べて中継やってから、家に帰ってから、家でお昼ご飯でセブンイレブンの豚しゃぶおろしサラダと梅干しと納豆を食べました。で、そこから昼寝して今に至ります。これからラジオです。頑張ります。
い9月6日の金曜日の深夜12時になろうとしているところです。もうね、私ついね20秒前ぐらいまでね号泣して泣いてたのだから、こんな目になっちゃってるんだけど、まあ、なんで泣いてたかっていうと、カジサックさんの家族がね、カジサックさんに誕生日のサプライズをするっていう動画に感動しすぎて、もう号泣してて目がこんなになっちゃってから、あ、体重測ってないと思って体重測ったの。そしたらなんか増えてたもう全然ダイエットになってないじゃんって感じなんですけど、一応自分の中で心がけてるのが、昨日からちょっと腹筋とかストレッチとかをちゃんとやり始めました。あとは間食とジュースを取らないようにしておりますので、まあ、じわじわと効果は出てくるんじゃないかなと思って、もうゆるーくリアルにね、ここは全然頑張らずにリアルにゆるーくダイエットしていく動画ですので、まあそんな感じで頑張っていこうと思います。今日の夜はね、ラジオが終わってからお寿司を6皿食べたんですけど、全部シャリを少ないやつにしましたので、まあちょっと体重はそんなに減ってないけど、いっか明日も頑張ります。早起きなんでね、もうお風呂入ってすぐ寝ます。9月7日のいつも通りの深夜12時前ぐらい、11時40分ぐらいです。今日はねロケでねめちゃくちゃ運動しました。もうそれはもうめちゃくちゃ運動しました。一昨日のスマタンの続きのロケなんですけど、オンエアは12日なので関西地方の人は見てください。もうそれはそれは山の中でめちゃくちゃ運動したので、ものすごい運動になりました本当にめちゃくちゃ、もう明日多分筋肉痛になるレベル、すっごい運動したの。それで今日のお昼はハッシュドビーフをロケ先でご飯を半分にしてもらって食べました。付け合わせにお野菜もちゃんと食べました。そして夜は北京ダックを食べました。あと北京ダックの他には私が大好きなきゅうりの甘酢漬けをたくさん食べて、他にも野菜をちょこちょこ食べました。なんか最近ね野菜が足りないですっていうコメントをねいただいたんですけど、まあ、自分的には多少気にして食べてると思ってますけど、まあ、気にして食べるようにしたいと思います。運動もね最近は調子よく、なるべく階段を使うようにしたり、よく歩くようにしたり、あとはこういう風にねロケでめちゃくちゃ動いたりして運動もしっかりできてきてるかなって思います。今日も半身浴をしてからストレッチをしっかりしてから寝たいと思います。明日はね午前中は何もないのでしっかり睡眠も取りたいと思います。体重は54キロを切りました。なんとか切りました。今度こそね54キロ台に戻らないようにしっかりキープしながら徐々に徐々に痩せていきたいと思います。この動画ダイエット企画を応援してくださる方、この続きが気になる方、この後もね見ていきたいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントをぜひお願いします。グッドボタンとコメント少ないとモチベーション下がっちゃって、以前ね一昨年か去年かぐらいにねやったダイエット企画のようにふわっとねしれっとこの動画の企画が終わっていつの間にかダイエットの動画を出さなくなる可能性があるのでよかったらコメントとかいっぱいしてもらえると、グッドボタンとかしてもらえると嬉しいです。あと初めて見た方もチャンネル登録よかったらお願いします。ということで明日からも頑張ります。バイバイ。